皆さんこんにちは、くだです。今回はミスタードーナツさんが10月4日から新作商品をずらりと出したということで早速食べてきました。ということで早速いただきます。まずは定番の青森県産富士りんご 100% ジュース、こちらを飲んで元気はつらつ、今日も一日頑張っていこうという感じで飲んでいきます。ちなみに今回の動画では新作商品を中心に紹介していくので、食べ放題ではなく単品で注文していきました。久しぶりの食べ放題なしのミスドを楽しんでいきます。まず最初にいただいていくのが世界のスープ麺トムヤムクンということで、僕はねタイ料理屋さんで働いてますから、毎日のようにねトムヤムクンは見ているし飲んでるし味を分かってるんですよね。なのでこの商品が一番気になっていました。汁そばが発売開始されて30周年を迎えたということで、その記念に世界でも有名なスープたちが3種類ミスドの商品として発売開始されたみたいです。エビと野菜がゴロゴロっと入っていて、レモングラスやココナッツの風味が効いた酸味と辛味が絶妙なスープという説明があります。トムヤムクンといえばやっぱりねこの酸味と辛味がね調和した美味しいスープが有名だと思うんですけど、女性にもね人気な商品だけあって、やっぱりねこれを頼んでる人は多そうでしたね。目立っていた食材はプチトマトとエビとヤングコーンっていう感じなんですけど、気になるスープの味はもちろんね酸っぱ辛い感じなんですけど、どこかねミルキーな感じもするなって思ったら、これはねココナッツだったんですね。僕の働いているお店でもトムヤムクンめちゃくちゃ美味しいんですけど、普通の人よりかはトムヤムクンはね飲み慣れている方なんですけど、それでもねめちゃくちゃ美味しく感じたんで、これはね本格的なトムヤムクンスープとなっていると思います。ミスタードーナツさんの汁そばは結構ね細いタイプの麺なんで、スープを吸い込みやすくて伸びるのが早いので早めに召し上がることをおすすめします。久しぶりのリンゴジュース、美味しすぎて一品目で完食してしまいました。説明にもある通り野菜もねエビもゴロゴロっと入っているんで、ただ美味しいだけじゃなくて満足感もしっかりあります。他の2種類も動画の後半でね食べ比べるんで最後までご視聴お願いします。ドーナツ屋さんに来てドーナツ食べないのはさすがにということで、こちらミックスベリージャムのドーナツいただいていきます。こちらのドーナツはグランドメニューにも特に載っていなかったんで、おそらくねファンシードーナツだと思うんですけど、ドーナツの生地はエンゼルクリームとかと一緒で、中のソースがミックスベリージャムになっています。ミックスベリーと歌っているんですけど、ほぼほぼイチゴジャムでした。たまたまだったけど出会うことができてラッキーでした。続いていただくのがパイシリーズの新作、エビ香るクリーミービスクパイです。エビ系のパイはエビグラタンパイというねグランドメニューで有名なやつがあるんですけど、今回はねビスクパイということで、これまたエビ好きの人たまらないんじゃないでしょうか。サクサクのパイ生地にジャガイモとエビの風味が効いた濃厚でクリーミーなビスクを包んで焼き上げているということなんですけど、エビのビスクといえばやっぱりねこういうオレンジ色っぽいソースですよね。これがすっごく濃厚でエビの風味がとんでもなく詰まってるんですよね。エビの殻を大量に使って風味豊かに仕上げましたみたいな、そんな感じの味わいでめちゃくちゃ本格的で美味しかったですね。これグランドメニュー化してほしいパイって感じで僕大好きでした。エビときましたらやっぱりね合わせるのはこのトムヤムクンスープですよね。ちなみにトムヤムクンのクンっていうのはエビのことです。単語の意味とかはちょこちょこわかるんですけど、タイ語は喋れません。エビとエビなんで相性抜群間違いなしでした。しょっぱい甘いしょっぱいときましたので、続いては甘いいきましょう。濃厚チョコレートパイです。これはね毎年パイシリーズの新作が出るたびにおまけみたいな感じで出てますよね。3種類ぐらい毎年出て、その一つの枠は絶対こいつが独占してるんですよ。こいつ呼びしてますけど、このパイ大好きです。僕の記憶が正しければ去年はねポンデ黒糖にかかっている黒糖シュガーみたいなやつ、あれがね表面にかかっていたような気がするんですけど、キャラメルのやつだったっけな、どっちか忘れちゃったんですけど、確か去年はねチョコレートと一緒にキャラメルパイも出てたような気がするんですけど、多分ねキャラメルの方が黒糖でしたね。そしてこのチョコレートパイには上からねチョコレートの線がけがされていて、中にはね板チョコがとろっと溶けたようなチョコレートが入っています。チョコパイもね期間限定でしか出現しないので食べれてよかったですね。続いていただくのがこちらも新作です。しっとりマフィンアップルアールグレイということで、僕はね基本的に
マフィン系はね手出したことがなくて、なんでかっていうと食べ放題の対象外だからです。食べ放題の対象内だったとしても、僕はやっぱりねドーナツとかパイ系を中心に食べていきたいんで、結局手出さずに終わるみたいなことが結構毎回予想できそうなんですけど、こういう時ぐらいしかね食べる機会がないので、今回はね食べることにしました。見てもらったら分かる通り、生地にはねアールグレイの茶葉が練り込んであって、その量がとても多くて、噛むたびにアールグレイのいい香りがします。中にはリンゴのジャム的なものが入っています。どこ食べてもアールグレイの香りがするし、ほんのり甘くてリンゴの酸味もね程よく感じることができて、思わず紅茶が飲みたくなるような一品でした。続いていただくのがこちらも新作のパイ、トロリオン種のチーズ&ミートパイです。ミートパイといえば、少し前までねピリ辛系のタコスミートパイっていうのがあったんですけど、それと結構似たような感じで、ボロネーゼソースと4種類のチーズクリームを包んでシュレッドチーズを乗せて香ばしく焼き上げているみたいです。名前にある通りチーズがトロッとしていますね。使われている4種類のチーズはゴーダチーズ、マスカルポーネチーズ、チェダーチーズ、カマンベールチーズだそうです。4種類も入っているだけあって、めちゃくちゃチーズ感強いしミルキーな味わいなんですけど、そこにねボロネーゼソースのお肉の美味しさっていうのも感じれたんですけど、肉肉しい感じでゴロッと入っているというよりかはチーズ主役の脇役って感じでした。1周目ペロッと完食しちゃいました。食べ放題じゃないから時間気にせず食べれるのがめちゃくちゃ嬉しいです。続いていただくのが世界のスープ麺、フカヒレスープということで、フカヒレね僕多分人生で食べたことなくて、まさかの初フカヒレがミスドというね、どうなってるんだ、ドーナツ屋さんじゃないのということなんですけど、これめちゃくちゃ楽しみにしてました。最初はトムヤムくんだけにしようかなとも思ったんですけど、フカヒレの誘惑に負けました。麺と一緒にドリンクもセットで注文しました。たまにミスドのアイスジャスミンティー注文するんですけど、専用のカップに入れてくれるのがめちゃくちゃ嬉しいですね。これで飲むとねなんか美味しく感じるんですよね。仕事をしている時とかも基本的にねジャスミンティーかウーロン茶しか飲まないんで、まあいつもの味って感じで美味しかったです。ということでフカヒレラーメン食べていくんですけど、グランドメニューに汁そばっていうねスタンダードのメニューがあるんですけど、これですね、完全に麺と透明なスープは完全にね汁そばなんですけど、その上にねフカヒレあんが乗っているみたいな、そんなイメージですね。公式の説明だと、じっくり煮出したチキンスープをベースにオイスターソースやホタテを加えた旨味のあるフカヒレスープということなんですけども、このチキンベースのスープが結構あっさりとした味わいなんで、上のねフカヒレあんが結構ね味濃いかなと思われがちなんですけど、このフカヒレあんもね割と味あっさりしてて、思ってたのと違う感が半端なかったです。フカヒレの味はねちょっと正直ねわかんないんですよね、食べたことがないから。さっきのトムヤムくんがねめちゃくちゃ美味しかっただけに、ちょっとね微妙な風に感じてしまいました。全体的にあっさりとした味付けなんで、僕みたいな味濃いものが大好き人間からするとちょっとね物足りなく感じるけど、あっさりとした味わいのラーメンとかがね好きな方はね絶対これドンピシャだと思うので、よかったらね皆さんも食べてみてほしいですね。僕的にはトムヤムくんの方が全然大好きでした。これはね天津飯の気候法じゃなくて三角マークですね。はい、続いて最後3種類目のスープ麺はブイヤベースですね。ブイヤベースもね飲んだことなくて、どこの国の料理か全然分かってないんですけど、世界各地食べ歩きして回ってるような気分になって、これはこれで楽しいですね。調べてみるとフランス料理っぽいですね。贅沢海鮮、エビやイカがトッピングされたトマトベースで旨味のあるスープということなんですけど、最初のトムヤムくんとエビかぶりしちゃってますよね。あっさり系はジャスミンティーで、こってり系はコーラを合わせに行きました。久々の炭酸がうますぎました。トムヤムくんの方は酸っぱ辛いっていう酸味とね辛味が特徴的なスープだったんですけど、こちらはねトマト系の酸味っていう感じで、野菜の甘みと魚介のエキスがしっかりスープに溶け込んでいる
っていう感じで普通に美味しかったですね。トマト系のスープもね、女性に人気だと思うんで、そういう方はねこれ選びがちだと思うんですけど、やっぱりね刺激的な何かが欲しくなっちゃうんですよね。そういった方はトムヤムクン選ぶのが無難だと思います。小さくねカットされた白いものが入っていたんですけど、最初ねこれ豆腐かなってね勝手に思ってたんですよね。なんですけどね、今ね公式の説明も読んだっていうのと、実際にね食べてみての感想もそうなんですけど、これねイカでしたね。長方形の形にカットされたイカっていうのは結構一般的にあると思うんですけど、割とね正方形寄りの白いねキューブ状になっていたんで、これまさかイカだとは思わなかったんですよね。僕的にはこれがイカじゃなくて豆腐だったらなお良かったなって個人的に思いました。パンチのある旨味だったり調味料とかね、もう一声あればめちゃくちゃ美味しかったんだと思うんですけど、3種類食べ比べてみた結果、1位がトムヤムクン、2位がブイヤベース、3位がフカヒレスープという順位になりました。よかったら参考にしてみてください。圧倒的1位はトムヤムクンでした。ドーナツ屋さんに来てドーナツで締めないのはちょっとやっぱり無理があるでしょということで、生フレンチクルーラーに締めてもらいましょう。ポンデリングじゃなくて生フレンチクルーラーを選ぶあたり、結構自分の中でお気に入りのドーナツなんだなってね、改めてこの時思いましたね。いつもだったら絶対ポンデリングとか選ぶはずなのに、ミスタードーナツさんに来てポンデリングを食べなかったのは、これがね人生で初かもしれないです。本当だったらピザ系の新作も2種類出ていて、それも食べるつもりだったんですけど、お腹いっぱいになっちゃって今回はね諦めることにしました。次回ミスタードーナツに来た時は絶対ねこのピザ食べようと思います。ちなみにパイシリーズの3種類の中で一番僕のお気に入りだったのはエビのビスクパイでした。とっても美味しかったです。ごちそうさまでした。ご視聴いただきありがとうございました。バイバイ。